メフディ・ベンバルカメフディ・ベンバルカは、モロッコの政治家。左翼政党の人民諸勢力全国同盟の党首、キューバの国際的、政治団体アジアアフリカラテンアメリカ人民連帯機構の初期を務める。モロッコ国王発散2世への抵抗運動を展開するも、パリで失踪を遂げた。1920年ラバトで、公務員の家に生まれる。1950年に、 フランスの学校で、モロッコ人としては初めて数学の学位を得た。帰国後、保守派のイスティクラル島に入党するも、1959年に保守思想を放棄し、左派の人民諸勢力全国同盟を結成した。1962年バルカは、ハッサン二世に対する陰謀の罪で逮捕され、亡命した。1 9 6三年には、アルジェリアとの国境紛争に際して、 アルジェリア側を支持したため欠席裁判で死刑を宣告された。1965年10月29日、バルカはパリで警官に連れ去られて失踪し、以来二度と目撃されていない。1975年12月29日、アメリカ合衆国の週刊誌タイムは、メフディー・ベン・バルカの殺害と題した記事を発表した。同記事によるとバルカは、モロッコの諜報員3名に殺害され、 またそのうち一人は、その後内務大臣になったという。また、アメリカ中央情報局やフランスの情報機関、イスラエル情報特務局も関与したとされている。ありがとうございます。